スペシャリストとは、ある特定分野の専門・特殊技能を持つ専門家。岡山の隠れた名人を発掘する晴れ町スペシャリスト。今回紹介するのは、けん玉スペシャリスト。技がたくさんあるので、いつまでも練習を続けていけたり、仲間と切磋琢磨できるところだと思います。父親の影響で5歳からけん玉を始めた西川和穂さん、30歳。高校1年生の時には全日本けん玉道選手権大会で優勝、もしかめ選手権大会では3連覇するなど、これまで輝かしい成績を残してきた。普段の西川さんは小学校で教鞭を取る教師。本業の傍ら、毎週金曜日にけん玉の練習を行っている。ここ備前道場は全国大会で優秀な成績を残した選手が多く在籍している。実は岡山県は全国でも有名なけん玉の強豪なのだ。そんな中でも西川さんは子供たちの憧れの存在になっている。技と持ち構えがどちらも綺麗なのですごいです。西川先生を見て諦めないっていうところがすごいと思うので、そこを真似してみたい。では早速けん玉のすご技を見てみよう。最初の技は2回転飛行機。難易度は星4つ。スローで見てみると、けん玉を2回転させた後に玉の穴に入れている。昔から全日本の大会で使われている技で、大会の一番最初に一番にある技なので、普段できててもこう緊張するとできなくなるっていう技で、上級者になるとこの糸のこのよじれまで計算して回さないとこうかかっちゃうので、それぐらいこう慎重にやるし、練習もかなりやり込んでるっていう技です。続いての技は滑り止め極意。難易度は星4つ。スローで見てみると、持ち手の滑り止めという部分に玉を乗せている。よくけん玉を教えに行った時とかに、この滑り止め極意っていう技を披露することが多くて、その理由としては、こんなとこにこう乗ると思わない人が多いと思うんですけど、そこにこうピタッと球がこう止まるっていう不思議な感覚なので、縁の出っ張りとこの穴の部分を合わせるんですけど、この角度が微妙に違うだけで乗りやすかったり乗りにくかったりっていうのがあるので、これも結構奥深い技です。最後の技は円月殺法、空中持ち替え1回転灯台。難易度は星5つ。スローで見てみると、けん玉を空中に投げて1回転させた後、受ける円月殺法をした後、再度空中に投げて玉を持ち中皿に受けている。昔から円月殺法という技はあったんですけど、空中持ち替え1回転灯台は最近技の改定があった時に入ってきて、今海外とかでけん玉をする人が増えて、玉と剣をこうジャグリングみたいに投げたりこう回す技が今流行っていて、最近の流行の技っていう感じです。考えてる余裕はなくて、キャッチした瞬間に剣がどこを回ってきてるかを瞬時に判断してこう合わせに行くので、まだまだだなっていう感じです。3つのすご技を披露してもらったが、西川さんが最も得意とする技は別にある。それが模試カメ。同様、ウサギとカメのリズムに合わせることから命名された模試カメは、大皿に玉が乗った状態から始め、中皿、大皿、中皿と交互に玉を移動させる技。難易度は低く、けん玉の基本的な技の一つだ。
しこの技こそが西川さんの真骨頂。大会では模試カメの持続時間や回数を競うが、西川さんは3年連続で規定時間の8時間をクリアし3連覇を果たした。では西川さんの模試カメ5分間をノーカットの早送り映像で見てみる。西川さんにとって5分10分は朝飯前。大会ではこの模試カメを一度も失敗せずに8時間も続けるのだ。基本中の基本でありながらすごく長く続けるのは難しい技です。実際8時間こう水分を取らないといけないし、トイレにも行かないといけないとなると大変なので、そこは自分で左手で取れるんですけど、飲み物だったり食べ物を自分で取りながら8時間集中力が持つようにやってるんですけど、8時間も同じことやってるので腱鞘炎というかもう感覚がなくなってきてしまうので、なるべく同じ動きにならないように足で模試カメをしたり肩で模試カメをしたりちょっと腕でやったりっていう風に疲労を分散させながらやってます。通常の練習に加えて時には目をつぶったりよそ見をしながら模試カメをする訓練も行っている。こうした日々の努力が報われたのが2015年に行われた模試カメの世界記録挑戦会。西川さんはここで11時間継続という世界新記録をマーク。この記録は未だに破られていない。周囲がこう散漫になったりする時があるので、本当にもう気持ちの面と体力の面と、まあ、技術の面とっていうのはずっとフルパワーでいかないとできない競技だと思います。そこが面白いなと思うからこそ、まあ、来年も本当は落としたらどうしようとか負けたくないなっていうのもあったりして出たくない気持ちもあるんですけど、まあ、出続けるモチベーションになってると思います。一見簡単そうに見える技の裏には心技体が問われる奥深い世界があった。この模試カメこそが西川さんのスペシャリストたるゆえんなのだ。これが私のスペシャルです。